ちょっとおいでいただきましょう、はい、前にお願いします、はい、会長どうぞ、そして副会長どうぞ中央にお進みくださいませ。そしてこのササラオもすごく迫力ありましたね。存在感ありました。名前は遠藤和成と申します。役職はササラです。現在は福島市の方に避難しております。なかなか集まれなかったんですが、主力となるメンバーだけでも最低限のを集めて1ヶ月に2回から3回やるようにしていました。サピリ自身保存会の遠藤正美と申します。我々は避難した生活を送っておるわけでございます。このような伝統を絶やさないようなお堀料理を皆様のご協力により伝えているわけでございます。同じく保存会の副会長の神野と申します。山際にはこういう姉妹が2組あります。それぞれには道具を持っております。で、今回は上久美当番という時に震災が起きまして二輪送りの姉妹というふうになっております。